はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダージオ時間銃剣デラックス時間ギレードです。はい、これは第1話にも登場したジオが使う基本武器で、ジオの顔に文字が入ってるのと同様に武器にも剣と銃の文字が入ってて、見た目通り剣モードと銃モードに2モード変形しますし、ライドウォッチにも対応してますから、組み合わせることで必殺技サウンドもなりますね。外箱を見ると下側には顔のアップで剣モードの武装状態と、さらに銃モード2モード変形の画像があって、遊び方としては剣モード銃モード2モード変形プラス単体での特殊攻撃サウンド、さらにライドウォッチを使っての必殺技。ではレビューしていきます。はい、中身はこうなってて、時間ギレード本体のみで、特にこれにライドウォッチの付属とかはありませんね。では本体を細かく確認しましょう。今年はすごくわかりやすくかっこいい武器になってて、まず剣モード状態で全体をぐるっと見回すとこうで、グリップ周辺にはしっかりモールドが入ってて、なかなかデザイン凝ってますし、時計のベルトもあって、要はここにライドウォッチをセットすることで時計形状が完成しますし、上は技ボタンで、ここにロック解除ボタンがありますから、押しながら引っ張ると取れます。一回はまるとかなりしっかりロックされますね。これがライドウォッチセット状態の見た目で、この左右非対称な感じがいいし、ブレード部分はしっかりクリアパーツが使われてて、危なくないように軟質になってますね。この辺の塗装とか剣の文字とかすごいわかりやすい。裏側には電源ボタンとスピーカー、そして変形用のロック解除ボタンがあって、これを押しながらパーツを回転すると銃で銃モードに変形完了。簡単な2モード変形で剣と銃の2つの形に切り替わりますね。グリップ周辺の造形は変化なしですが、ちゃんと銃口が展開して射撃武器に変わりましたよ。1号ライダーの基本武器としては十分な大きさ&楽しさありますね、この2モード変形。いわゆるこの辺のガシャコンブレイカーと同じような感じですが、これもね、変形すると結構前後ありましたから、ボリュームは同じぐらいかな。気持ちこっちの方が大きいかな。単体のサウンドを確認しましょう。電源オン。はい、ここでも小山さんボイス。かっこいいよね。で、2モード変形すると、いいね。こんな感じで、銃剣っていうモードチェンジ音声が鳴りますし、まずは剣モードでトリガーを引くと、うわ、なんか今年、めっちゃここ、感触いい。バネ？あ、すごいトリガーいいな。これが通常攻撃で、シンプル。音声は一緒に、長押ししても、特に変わりませんが、ここの技ボタンを押すとカウントダウンが始まりますから、終わったらトリガーを押すと特殊攻撃。はい、特殊攻撃のギリギリギリっていうか、カウントダウンが入るところがかなり入電王っぽくって、結構テンション上がるんだけど、個人的にはテディって感じ。楽しいなこれ。カウントダウン途中にトリガー引くと超特殊攻撃音ちゃんと変わりますね。もう一回、この超特殊攻撃音かっこいいんだよな。で、ここからライドウォッチをセットすれば必殺技。はい、
いウォッチ側から個別音声が鳴って、ギリギリスラッシュ。こっちからジオーっていう風に、発光と同時になりましたね。もう一回。この状態でトリガー引くと。あ、同じサウンドが鳴りますね。じゃあ、技ボタンとか押したらどうなるんだろう。脱着音も鳴りますし。あ、反応なし。ここも反応なしだ。じゃあさらに、モードを変えて、トリガー。これが通常攻撃で、ちゃんと重攻撃音に変わりましたね。ちなみにこれは発光とかはありませんね。長押ししても特に変わらずですが、同じように技ボタンを押すことで。スレスレ打ち！果たしてそれは、ちゃんと敵に当たっているのか？当たってない感すごいけど。てかこういう無駄にハイテンションな武器アイテムめっちゃ好きなんだけど。もう一回。はい、ここでも小特殊氷4。てか音量大きいな。じゃあさらに必殺技。あ、ジオーでスレスレシューティング。やっぱり敵に当たってる感ないな。スレスレで当たんないみたいな。じゃあライドウォッチセット状態でモード変えてトリガー引くと、あ、すぐ必殺技だ。じゃあビルドライドウォッチはめるとどうなる？なるほど、本体側からのサウンドは同じですが、ビルドの個別サウンドになりますね。なのでモードを変えてもビルドって感じ。じゃあ本体側の電源消して聞けばいいか。うん、こんな感じ。ですね。とりあえず個人的には複眼のライダーの文字に合わせて武器にもジオが使う関連のものは全部こういう形で文字が入るってことで、エグゼイド関連のアイテムも AB ボタンとかあって相当ユニークでしたが、それを超えてくるというか同等の面白さ。これはよく考えられてるな、剣と銃で。すごっ。はい、ということで仮面ライダージオの基本武器の時間銃剣デラックス時間ギレードを紹介しました。単体で2モード変形を楽しめる上に、カウントダウンのサウンドの後に特殊攻撃音も入ってますから結構遊べますし、現状発売されている様々なライドウォッチに対応してますから、一応は個別サウンドを楽しむこともできて、組み合わせて必殺技も発動しますから、とりあえず1号ライダーの基本武器としては十分な完成度だと思います。あとは無双セイバーとかと違って拡張性、何か今後合体するようなパーツはなさそうなので、一応は1年通してジオーが基本武器として使うような形っぽいですね。まあでも本当に分かりやすくかっこよくて、今年の武器すごいいいな。以上、仮面ライダージオー時間銃剣デラックス時間ギレードの紹介でした。